ご覧いただきありがとうございます。今回はラリーガ第15節オサスナ対レアルソシエダのスタメン予想などについてお話ししたいと思います。試合はオサスナのホームで行われまして、日付が変わり明日12月3日日曜日早朝5時キックオフの試合となっております。まずはラリーガの順位表です。現在ソシエダは7勝4分け3敗の勝ち点25ポイントでカンファレンスリーグ出場権のある6位となっています。同じ勝ち点25でビルバオが1つ上、さらに6ポイント差でバルセロナが4位となっております。4位バルセロナは今節アトレティコマドリーと、来週は今最もラリーガで勢いのあるジローナとの対戦が控えておりますので、これはソシエダにとっては勝ち点を縮められるチャンスであるかなと思います。対するオサスナはここまで4勝2分け8敗で勝ち点14ポイント現在14位となっています。直近4試合は1分け3敗となっていまして、ここ4試合は勝てていないのと、4試合で10失点もしていますので、ソシエダの攻撃陣には早い時間帯での先制点、追加点を期待したいところです。ちなみにソシエダは対オサスナとはこの11年間負けがありませんでして、2012年5月に敗れたのを最後に今日までの11年間合計15試合戦って10勝5分けと、ソシエダにとってはかなり相性がいい相手となっています。ソシエダはこの15試合で合計28得点を決めているんですが、オサスナはこの15試合で9得点のみとなりますので、得点数を比較してもソシエダは11年もの間オサスナを圧倒し続けてきました。いやでもオサスナとしても、オサスナを応援しているサポーターとしても、全体的にソシエダに対して苦手意識もあると思いますので、ソシエダはアウェーの嫌なプレッシャーをそこまで感じずにプレーできるのではないかと個人的には期待しています。スタメン予想です。ホームのオサスナは画面左側4-1-4-1のシステムで予想されておりまして、アウェーのソシエダは画面右側いつもの4-3-3のシステムで予想されています。ゴールキーパーがレミーロ、右サイドバックがトラオレ、センターバックがスベルディアとルノルマン、左サイドバックがアイヘムニョス、真ん中3枚が右にブライス・メンデス、左にメリーノ、真ん中にスビメンディ、前3枚が右ウイングに久保建英、左ウイングにバレネツヤ、セントラルフォワードにオヤルサバルが予想されております。前回のチャンピオンズリーグザルツブルク戦ではソシエダターンオーバーをしましたので、ベストメンバーで臨むだろうと個人的には見ています。ただ怪我明けのオヤルサバルがザルツブルク戦では後半80分まで出場していましたので、疲労度を考えるとどうなるんだろうかと。前節ラリーガ14節で復帰後初のゴールがゴラッソとなったサディクがザルツブルク戦では10分ほどしか出場していませんから、フレッシュな状態ですし、このサディクを使ってくる可能性があるのかどうなのか注目しています。ちなみにムンドデポルティーボのスタメン予想はこんな感じでして、画面下側がソシエダのスタメン予想になるんですが、背番号表記がおかしいんですけれども、左ウイングにオヤルサバルが入って、真ん中セントラルフォワードの位置にサディクが予想されています。サディクが先発するのかどうなのか、このあたりが少し読めない部分かなと思っています。あと右サイドバックのトラオレとセンターバックのルノルマンが累積警告にリーチがかかっていますので、ここも守備陣には気をつけてほしいと思います。ゴールやアシストからはしばらく遠ざかっている我らが敵だけですが、
ザルツブルク戦では短い時間の出場ながら何度もチャンスを演出していましたし、コンディションの良さは相変わらずいいと感じるプレーが見れていますので、もう今の彼はもう本当にあとはゴールだけだと思います。今節は朝5時ということで、早く寝て早朝からの応援に備えたいと思いますし、早朝5時から竹のゴールで大声を出して日曜の朝を迎えたいと思っています。また試合が終わりましたら動画アップいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。